第4レーン、壱岐愛子さん、立命館大学。第5レーン、谷真理さん、同志社大学。良くないです、何が良くないかって言われるとちょっとまだなんか良くないところがちゃんと整理できてないんですけど、とりあえず走ってて、後半しんどかったので、そのなんか走ってる時にもう少し出るかなっていう感じはなかったです。なので24秒4でゴールした時はあそれぐらいだなって納得のタイムで、でもアップの時にはやっぱもう少し24秒2とかでは走れるかなって自分の中では思ってしまってたので、そうですね、悔しいです。せめてお姉ちゃんの大会新の24.36は出したいなって、24秒1とか2台は出したいって本当に思ってたんですけど、全然ダメでしたね。びっくりではないけど不安になりました。これからが去年に比べると、その練習の走りはなんか去年よりかはいい感じだなとは思ってて、パワーがついてきたかなとは思ってるので、ここからもう個人選手権まではあと2週間くらいしかないんですけど、キレをしっかり出して頑張りたいです。個人選手権はやっぱ去年の冬からずっと意識して練習はしてきたので、この結果は不安ですけどでもやっぱそこはちゃんとユニバーシアードどんな形であれ出場できるようにやっぱ持っていきたいなって思います。今シーズンの目標は世界陸上のリレーの代表選手になることと、ユニバーシアードとかアジアの代表選手になること、また日本選手権で去年よりいい結果を出すことです何かの大会でナンバーワンと出るように頑張ります。シルバーコレクター抜けたいです